皆さん、こんにちは。本日は、こちらのテーマでお話をさせていただきます。先日、少林寺拳法の動員で、こんなことがありましたので紹介いたします。ある小学3年生の女の子の剣士がいるんですけれども、その剣士が、少林寺拳法の受け身の一つに、大車輪という体を大きく、両手を地面について足を上げてで着地するという、そういう受け身があるんですね。で、その受け身の練習をしていたんですけれども、その小学3年生の女の子が、なかなかできない。で、こう手をついて足を上げることにおそらく恐怖心を持っていました。で、やっぱり腰が引けてしまって手をついて、腰が引けてしまっているもんですからなかなかやっぱり足が上がらなくてですね、ちょっと足が上がるんですけれども、着地が怖いのでどうしてもうまく着地もできないということで、何度も着地で尻餅をついて、で痛いものですからやっぱりその大車輪という受け身に対する恐怖心があったんだと思うんですね。で、ただ私もこうその子を励まして、こういうふうにしたらできるよということで、まあ、実際私も大車輪をして見せながら、その子に指導していたんです。ある時ですね、こんなことがありました。で、その日私はちょっと仕事で、その道場に行くのが遅れてしまったんですけれども、途中で道場に入りましたらその子が、この大車輪をですね一生懸命取り組んでいたんです。つい昨日までは、なかなかその自ら大車輪をしようというふうに、そういう行動を取らなかったんですね。ですけどもなぜかその日に、その子が一生懸命大車輪を、何度も何度もチャレンジしているのを目にしました。ですごいなって思ったんですね。で、やっぱり面白いものでそれなりに工夫もし始めて、で、どうしたらうまく着地するのか、ということでその子が、だん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 こうできるようになってきたんですね。で、今このコロナ禍の中でマスクをしながら、道場でも修練をしているんですけれども、もう額に、汗をびっしょりかいてマスクも湿らせてしまって、それでも諦めずに何度も何度もチャレンジしている姿を見て、で、私はものすごく感動いたしました。で、何がその子をそこまで、心をこう突き動かしているのかなっていうのも考えてはみたんですけれども、とにかくその子が、本当に着地したら尻もつをついて、痛いということがあっても何度も何度もこうチャレンジをしてだん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 こう成功していくんですね。で、我々普段、汗かくまでチャレンジし続けているんだろうかっていうことを自分に、やっぱり問いかけさせられました。どこかで諦めてしまっているんではないか、汗かくまでさらに汗をかいてもチャレンジをし続けることの大切さ、チャレンジし続けている限り必ず成功する日が来るんだと思います。その子もですね今では、大車輪がすごく上手にできるようになっております。ぜひ、この汗かくまでチャレンジ、そして汗かいてもチャレンジし続けることの大切さを、お互いに大事にしてまいりましょう。ありがとうございました。